はい、どうもジンです、今日の動画はですね、皆さんご存知の通り、僕ちょっとね、右肘がずっと痛いってことで、持田君とのトレーニングね、改善したいとか、日常の動きっていうのやってるんですけど、実は知り合いの、先生でのクリニックなんですけど、なんとこのクリニックは、小人症の症例を日本一、こなしてる、とてつもなく、すごい先生のクリニックで、まあ、先生自体はね、まあ、一言で言うと、チャラ男。見た目もチャラい男前、そして実際もチャラいっていうね、めちゃくちゃ面白い先生なんですけど、僕の動画で肘なんか痛いんでしょうって、ね、見てもらって、ちょっとレントゲンとか撮って見てみようよっていう、肘、ね、治るために徹底的にいろいろ聞いていこうかなと思います。それじゃあレッツグー。東京神田整形医学クリニック、なんか先ほどはねすごいお客さんいらっしゃったんですけど、終わったタイミングで撮影させてもらいます。見てください、自分のチャラい感じをここにドーンと乗せちゃうぐらい先生チャラいです、はい、じゃあ今日のクリニック先生こちらです。ベンベン先生です。やっぱチャラい。いやいやチャラい言い過ぎじゃないですか。ちょっと先生チャラいしか聞こえてこないですよ。先生本出版して横に自分の顔どうもチャラいですよ。やっぱそうっすか、ね、先生見てください。先生すいません、よろしくお願いします。まず AP して、バンクリはチャラいです。先生いやすいません申し訳ございません。いやすいません、はい、っていうのはおふざけなんですけど、はい、先生はですね、身長伸ばす、身長伸ばす方の、はい、診療で、日本で一番、そうですね、はい、症例をされていて、はい、実はものすごい、有名なすごい先生です、はい、何年か前から少し仲良くさせていただいて、はいはい、あとエクソソームですね、はい、それも私日本で多分一番聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、はい、エクソソームは、美容だと結構、はい、されててですね、あ、美容だと当たり前にされてる感じです。そうそう、だけど、ただその関節に打つっていうのは、はい、正直多分それも私日本で一番やってます、なので、まあ、2つ日本一、はい、その身長とその関節のエクソソームということで、今回ジンさんがなんか YouTube こうやって見てたら肘が痛いので、はい、そうなんですね、そこでちょっと連絡させていただいて、はい、まあ、これちょっともしかしたらね、はい、お手伝いできるかなと、はい、ってことで先生からご連絡いただいて、はい、今日はそのエクソソームそうですねについてちょっといろいろ聞きながら、はい、僕の肘実際にレントゲン撮ったんで、はい、先生からアドバイスいただきながら、はい、ちょっとお願いします。はい、はいはい、よろしくお願いします。けど、毎回曲げて、これは、これちょっと痛いです。うん、どこが痛いですか。押し込むと、この辺がすごい、出て痛いです、ね、うん。すぐ伸ばして、はい、これは、は大丈夫です。仁さんは、今回その、はい、動画見させていただいて、治療簡単だと思って連絡したんですけど、はい、実際診察とレントゲン取ると、正直結構難しいです。肘伸ばしていただいて、手首グッと探しましょう、グッと来ました。これはどうですか。まあまあ、ちょっと痛いぐらいですか。これどうですか。全然痛くないです。これも本当に痛いはずだったんですよ、はい、でこれも痛くないんですよ。だからここはちょっと予想と違う点です。ちょっとここで確認していただいて、はい、ちょっとレントゲンの方を説明していきます。ちょっとレントゲンちょっと聞いていただいて、はい、じゃちょっとですね、ここ実際のジンさん のレントゲンで説明していきたいと思う、はい、でこっちがまあ右でこっちが左ってところで、まあ、右の方が痛いと思うんですけど、はい、この違い、なんかお分かりいただけます？そうですね、これめっちゃ真っ白ですね。あ、そうなんですよ、その通りなんですよ。で、ここがもう白くなっちゃってるんですよ、これ、はい、で、ここ、なんかこう隙間がこっちのなんかこうクリアに見えますよね。はい、見えます。こっちなんかちょっとぼやけてますよね、はい、っていうことで、こういったのは、まあ、いわゆる変形っていうまあ単語がつくんですけど、はい、まあ、これ変形なんですね、はい、で、これ横から見た像もこれも全然違います、はい、で、例えばここ、なんかこうトゲ出てるの分かります？これ出てますね。これ骨棘って言いますの、はい、で、かなり変形が進んでいますので、はい、これが関節面ですね、はい、うん、関節のこっちのカップ側とボール側なんですけど、はい、ここのカップの部分はここがもうねくっついちゃってるというか、まあ、はいはい、ぶつかってというかそういったような状況です。なので、うん、これの線でも伸びてないんですよ。隙間が要はできてる。おっしゃる通りです。なので使いすぎです。で、はい、これはまあその、まあ、一言で言うとそのベンチプレスとかよくそういったの言われるんですけども、はい、まあ、そういったのをめちゃくちゃいっぱいやるとこうなって言われてて、過去のまあベンチプレスとか、あとはまあ腕相撲のような衝撃とか、まあ、いろんな衝撃がやっぱり普通の人に比べるとやっぱ何十倍何百倍ってあるので、だからその肘が耐えられてないっていうことですね。っ
ていうような状況になっています、まあ、人生が結構あの治療を思ってる難しいです。難しい。で、はい、まず一つは、関節の中の問題が結構大きいということですね、はい、で、しかもその関節の中の問題でターゲットが明確な場合、例えば毎回動作をした時にここだけが痛いよっていうのは治療しやすいんですね、はい、まあ、そこだけに注射を打てばいいんですけど、実際は結構そこのターゲットもやや不明瞭というか、結構いろんなところが痛いんです。そうですね。なので、これも結構難しいです。だから、今回注射の打つ方法としては比較的こうエリアが狭いときは当然そこだけに打つんですけど、はい、エリアが広いと結構大きめに打っていって、まあ、浸透させていくようなタイプの違いになってくるから、まあ、注射するボリュームが大きいですね、これね。なるほど。ちょっとこの後もう一回診察して決めようと思うんですけど、おそらく10から 20cc ぐらい。それで何箇所に打つって感じですか？結構打ちたいですね。それはもう一回診察して相談なんですけど、もう今回網羅的に打っていこうかなと思うので、はい、まあ、それやっていってというところで、はい、あとは、あの血液の中にも入れて、はい、でそこからちょっと修復を流していくというところで、まあ、その、局所で抑えるというのを全身から抑えるというところで、まあ、それを2つ、ね、はい、やってしっかりと治療していきたいと思います。わかりました。エクソソームなんですけど、ちょっとここ、まあ、皆さんエクソソームちょっと知らないと思うので少し簡単に。エクソソームっていうのはその、はい、まあ、細胞間の伝達物質っていうふうに言われてます、はい、なので細胞と細胞の間を行き来する物質をエクソソームといって、はい、それがどうやらあの組織を修復するのに働いてくれるというわけで、はい、まあ、それが直接修復するというよりは、はい、それが修復するものを連れてきてくれるというふうに言われています。膝で一番効果が高くて、まあ、当院でも膝で一番多くて、もう本当にすごく皆さんめちゃくちゃ良くなる。だから同じような悩みで膝だとこう治療簡単なんです、ね、ただ肘だと今度関節腔がすごく狭いのであの治療が難しいです。でエクソソームいくつか種類があって、はい、脂肪由来のものとか、まあ、歯ですね、歯髄とか、はい、まあ、細胞由来のものなんですけど、今回は細胞由来のものを使っていきます。でなぜかっていうと、まあ、細胞由来のものが一番細胞が若いですよね。で、まあ、当然なんですけど、まあ、30おいくつですかね、4です。34歳だったら、はい、0歳の時と比べると傷治るの遅くなりましたよね、多分。なったと思う。そうですよね、はい、というところでやっぱ0歳って傷修復する能力が高いんですよ、うん、なのでその0歳の細胞からエクソソームを取ってきて今その、肘に注射するというところで、うん、まあ、一応修復能力がめちゃくちゃ高いと。なるほど。だからいけると思ったんだけど診察すると結構悪かったってところでまあそこはまあなかなか難しいところなんだけど、はい、まあ、だけどもちろん諦めずにですね、まあ、治療頑張ってきてと、うん、頑張っていってきましょう。なんか質問とかあります？僕前、はい、膝のそれこそ内側切った時に、うんうん、PRP ってやったんですよ、はい、あの PRP とはまた別なんですか？すごくいい質問で、 PRP と、はい、この今回やるエクソソームは同じジャンルです。あ、ジャンル同じなんですね、はい、再生医療っていうジャンルでそれはそれでいいんですよ。で、はい、今回例えばこれ PRP でもいいと思うんですよ、肘の治療です、はい、なので、まあ、それも一つの選択肢としてはあり、ただここで、まあ、そのまあ、よりいい治療という表現になってくると、今はその PRP の時代からこのエクソソームの時代に少し変わりつつあるというか、はい、まあ、私はもう完全変わったと思ってるんだけども、はい、そこになります、まあ、そこの理由はさっきお伝えした結局自分の血液というか34歳を治す力だと0歳を治す力ってどう考えても0歳がすごいよねって思って、昔は自分の細胞だからいいんだよっていう説明をよくしてるんだけども、今はむしろ他人の力を借りる、0歳の力を借りるから治りが早いんだよって説明が変わってきてるんですけど、まあ、おっしゃっていただいて別に PMP でも悪くないですけども、エクソソームの話より一層いいと思います。どっちか1個だけ選ぶと言われたら明らかにエクソソーム選ぶ方がいいですね、はい、PRP 痛かったんでエクソソームでお願いします。確かに PRP ちょっと痛いんですよね。エクソソーム全然痛くないです、本当ですか？はい、僕あの自分も最近自分の肩に、はい、もう打ちましたし、自分の同じように肘も打ったことありますけど、全く痛くないので、そこは全然心配しないです。はい、わかりました。じゃあちょっと頑張って注射していきましょう。よろしくお願いします。で、ここからちょっともう一回診察していきます。少し肘も上げて、あ、これだけ痛いですね。これでやります。前腕、こっちは頭骨が痛いです。うん、ああ、オッケーです。それは今のはよくできるかもしれないですね。はい、これは？は言うほど痛くないです。簡単ではないですね、本当にね。あ、これは？はそんなに痛くないです。今一番困ってることを教えてほしいんですよね。もう完全にこう左はこう、はい、ビッと伸びるんですけど、はい、右はこのこう止まっちゃうんですよね。いや、それが痛いわけじゃないですかね。痛いっていうよりもトレーニングの時伸びきんないんで困るなって。それはそのいわゆる最大収縮、最大の進展が取れないっていう、取れないっていうのと、うん、問題ってことですよね、はい、あと常にこうこういう状態トレーニングしないといけないんで、はい、前腕がすごい張っちゃうのと、あとこの押し込む動作とか、こう耳に指入れる動作みたいなのがすごい、ここら辺がめちゃくちゃ痛いですね。ここはキープして、はい、じゃあ楽にしていただいて、はい、ちょっとまあざっくりなんですけど5分くらい待ってください。ちょっと私今作ってます。はい、わかりました。
先生の手際の良さ半端じゃない。触っただけで骨が透けて見えてそう、うん、でマジで本当にパッと見すげえチャラいんだけど、先生めちゃくちゃ勉強家で、筋肉めちゃくちゃ大好き。山岸さんとか山本先生とか昔のビルダーとかめちゃめちゃ詳しくて、それでなんか僕の動画とか見てもらってて、割と何年か前からね、その筋肉の話とか結構連絡してたんですけど、この肘のやつでまさにってことで今日、ね、診察してもらってるのこれ良くなるといいね、ちょっとでも。じゃあうちの先生大丈夫ですか？ノリがチャラいんですよ。はいはいはい、で打っちゃいましょう。じゃあちょっと実際注射打ってください。じゃあ仰向けになって寝ていただいて、でまずは、ここの筋肉の部分ですね、そこの筋膜っていうその表層の方に打っていって、はいはい、で筋肉の張りを取っていきます。でそれはそんなに難しくなくて、はい、全然大丈夫です。じゃあ女性を扱われる時よりも優しくお願いします。結構激しいですね。激しいです。逆効果だった。ダメですダメです、私女性扱う激しく扱っちゃうので。ダメですね、うん、実際このエクソソームについて、はい、どのぐらい月単位でやるんですか？数百本ぐらい。そんなやるんですね。うん、じゃあやっちゃいます。はい、ちょっと何箇所かやっていきます。ああ、多分全然痛くないですよ。いや先生特に痛いですよ先生。ああ、この嫌な感じ押されてる感じあると思うんですけど、そうそう痛いわけじゃない。痛いってもなんか不快感さ。あ、そうっすね。雰囲気的にはあともう2箇所に行きたいかな。で今回この結構ターゲット不明なんで広範囲に打つっていう選択をしたんですけど、はい、それだから痛いんですよね。痛いというか打つ回数が多いんですよ。なるほど。先生今日トレーニングがダメでしたっけ？今日は本当は何の日なんですか？今日胸っすね。一番肘ですか？絶対ダメじゃないですか。けどね、何時からやるんですか？トレーニング。今夕方っすかね、この後。もうまあ、3時間くらい空けてもらえればいいかなと思います。あ、本当ですか。今のが、はい、その筋肉の、その張りを取るのが目的なんですね。で次は、より一層関節の近くにやって、はい、関節浸透させて、関節の痛みを、取るというか、はい、取れないんですけど、完全には、はい、そこにもアプローチしたいんですね。むしろじゃあこっちがメインぐらいな。けど、多分今の注射の方が効きますね。あ、本当ですか。はい、これ痛くないですか？これ全然痛くないですよ。これ全然痛くないですよ。ここは全然痛くないですよ。ここら辺がこういうターゲット不明瞭なんですよ。ですよ。そんなはずないんですよ、私からすると。むずいな。いやでも先生ぐらいこれむずいよっていうちゃんと言ってくれた方が、あ、まあ確かにね、僕らからすると期待持たされてなんか、すげえ回数って実は飲んでみたいな。これは営業トークもできないですね。先生そういうところでしたね。確かに。サバサバというか。お金もあるの。先生は先生が先生が住んでるエリアは。バツバツされる。先生の家暴露しちゃった。わかりました。だけどちょっと一応理論上はこれ聞くので、はい、これ打っていきます。ちなみに何箇所ですか？これ1箇所です。1箇所だけですか？あと1箇所バスって言って割り当てる。でも結構量あるっすね。あ、これも結構ボリューム入れてきます。マジっすか？はい、これもね、ボリューム入れるのが重要なんですよ。はい、ボリュームを入れることによって、浸透ができるんですね。なるほど。はい、でボリュームは浸透しないんです。そこでとどまっちゃうんですよね。だからこれは、あえてボリュームを持たせてます。なるほど。これ一応ね、チャラい中でも真面目に診療していく中で、やっぱり先生がね、うん、僕かっちょっと黙ってもらっていいですか？それちょっと黙ってもらっていいですか？頑張ってください。はい、うわぁ、これ今大丈夫ですか？大丈夫です。で、これあと入ります。そうです。で、今回のこの注射で爆裂良くなる可能性もなきにしもあるんですけど、今回で爆裂良くならなかったら2回目あんまりチャレンジ意味ないです。ああ、こっちも関節なんですか？両方と思いますか、うん、これ効果的にどのぐらいで効き始めるんですか？効く人はもうその日から効くので、
終わりました。うまいです。寝てってください、はい、調子いいとはもう明日の朝に私に多分 LINE したくなっちゃう。よくなっちゃったよっつって。そういう多分、うん、あのやり方で女性を落としてる。いやいや、やめてください。いろいろと問題になっちゃう。あの先生がマジで俺かっけえなと思うのがさっきおたく、あのこれちょっとここ今剥がすんで、はい、ちょっとやめてもらって素直に言わないんで大丈夫です。先生意外にテリアなんで。いやいやいや、本当のことを割となんかいやらしくなくさらっと言うからかっこいいんだよ。いやいや、そんなことないじゃん。いや金あるんで。いやいや、まあけど、まあ、あの大金持ちじゃないですけど、まあ、世間から見ると裕福な生活させてもらってます。嫌味なくそれさらっているし、なかなかいないですよ。けど全国から患者さん来てますから、そうそう、当然ある程度お金はありますよ、ね、だって身長を伸ばす症例だって日本ナンバーワンですよ。そうですね、だぶっちぎってますよ、ね、圧倒的ですね。全国からだよ。いや、まあ、世界から来ていただいてます、ね、マジっすか。そうすると、まあ、そのそれないですよ。お金払ってきていただいてます。そうそう、それでお金がないっていうなってくると、うん、じゃあお前何使ってるの賭博かっつって、ね。先生めっちゃ健康的なんですよ。筋トレもめっちゃするし、はい、先生が僕びっくりしたのがめちゃめちゃ筋肉大好きで、めちゃめちゃ筋トレ詳しいっすよね。いや、あの全然詳しくないです。皆さんプロの方も申し訳ない、ただ好きなだけです。ただ面白いのが、あのその身長伸ばすっていうのと、はい、あのその筋トレってすごい似てるんですね。食事とかもね、やっぱり結局低脂質で高タンパク で、はい、あので炭水化物のボリュームを調節していく、はい、その、はい、子供でもやっぱ太りすぎの子はやっぱりそういうのを調節しないと、逆にやっぱ、ね、あの少なくてもダメだし、ね、だからそうなんていうか、そういう皆さんの会話聞くの楽しいんですよ、ね、だから論文だけじゃない実体験ってあるじゃないですか。実際違うじゃないですか、やっぱり。だからそういうのがやっぱり大事なんで、そういう皆さんが学ばせてもらって、はい、まあ、診療に生かして、まあ、物儲けしますね。いや、言い方、ちょっと今、消してもらっていいですか。ちょっと今、あの皆さんに来ていただいて、あの、はい、価値を提供させていただいてるっていうふうに、ね。先生、キャリアなんですぐそいつという子で言っちゃうんですけど。いや、すいません。あの先生、めちゃくちゃ勉強家なんですよ。いや、もちろん、勉強はもちろんしてますよ、やっぱり。先生、空いた時間、めちゃめちゃ文献とか読まれますね。いや、まあ、けど、文献は読みますね、そうですね。はい、じゃあ一旦これで今日、あ、ごめんなさい、注射の方は、局所注射の方は終わりで、はい、あと、実際希望すると血管の中に入れますけど、入れます？そうですね、せっかくなんで。入れますか、ね、いいですか。まあ、楽しみにしてください。あの今日の夜ぐらい、夜ぐらい、実感するんだったら実感するかなって感じですね。ちょっと、仁さんの YouTube がちょっと面白く喋っちゃったけど、あの普段真面目なんで、ご了承いただいていいですか。今日先生にあの僕はハードル高く面白くお願いしますって言って、いやすいません、先生ちょっと乗ってくれてるんですけど、いやごめんなさい、すいません、はい、ちょっと視聴維持率気にしちゃって、はい、普段こんなこと言わない先生で、うん、ちなみにこれ面白くない、これ駆けつたい横、じいさん腕太すぎるから届かないんですよ。僕あの血圧測るときいつもあれ、はい、いそうっすよね。これ今びっくりしました、これ、これちょっと逆の手にしましょう、戻らずおかしていって、はい、はい、ちょっと。うわ。はい、終わりです。お、早いっす。よし、よし、これでいけるでしょ。いけるっすかね、先生。はい、いきます。いきますか。よし、ちょっとじゃあ楽しみにしていただいて。はい、めっちゃ楽しみです、これ。うん、ポイントとしては、はい、あの残念だけど、全く効かない可能性が今回はあります、はい、そこでも結構私ちゃんと話しますから、はい、ただ、マイナスになることはないです。だからそこは安心してください、はい、で次のポイントなんですけど、今回の注射打って少しでもいいなと思ったらまた連絡してください、はい、そしたら、2回目打ってもいいと思います。で2回目打つタイミングなんですけど、もし打つと次2週間後以降にしてください、はい、なので、まあ、2週間はとりあえず、まあ、どうなったかなというところで、最速で今日の、夕方ぐらいから、はい、公開時間してくると思いますけど、明日の朝になってなんかあれなんか楽じゃねみたいな、感触があったら超感じて、今日のトレーニングに関しては、まあ、できれば、はい、まあ、もちろんまあ、本来はお休みってことだけど、まあ、様子見ながら、はい、まあ、気をつけながらやってくださいというのが。わかりました。はい、じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。基本的に僕みたいなゴリゴリの筋トレの人たちって、はい、多分これまだ全然先生さっきのセットで流行ってないじゃないですか、はい、膝はやっぱ結構可能性あるんですよ。膝はめちゃめちゃ効きます。効きますか、はい、結構みんな膝やってる人なんですよ。そうですよね、はい、
あとはその今回じいさんの方に血管の中にも入れさせていただいたんですけど、はい、血管の中に入れると全身の組織修復が早くなるんですよ。へ、筋トレのダウンタイムというのがいいか分かんないですけど、はい、その筋肉痛になって筋肉が破壊されて組織修復されるじゃないですか、ね、そこの過程が早まるもしくは強化されるはずなんで、今後私としてはこういったのが筋トレ界でも、まあ、かなり流行るんじゃないかなと、はい、いわゆるアンチエイジングの世界だと、まあ、美しくなりたい女性はめっちゃ使ってるんですよね、はい、かっこよくなりたい男性も使うべきなんですよね。なのでそこは別にやっぱ同じなんですよ。女性が美しくなると男性かっこよくなると一緒なんで、やっぱ血管のトレーニングも今後流行ってくるかなと思うんで、まあ、そこもちょっとその実績を多分少しトレーニングされたりとか、まあ、明日以降トレーニングした時のリカバリーですね、はい、そういったのもぜひちょっと注意してみたら見ていただいて効果実感すればそちらもある程度定期的に打ってもいいかなと思います。はい、わかりました。はい、ということで皆さん気になった方はね、こちらカムのにあります、ね。そうです、サイヤマンさんのジムもなんかめちゃくちゃ近いです。あ、そうです、はい、サイヤさんのジム行ってなんか大胸筋断裂とかした人はそのまま起きる。あ、そうですね、チャラオクリニックって下に貼ってきました。チャラオクリニック、今日動画ではこういうキャラクターなんですけど、リアルめちゃくちゃ真面目な、あ、そうです、ちゃんとした先生なんで、はい、皆さん安心してください。はい、今日動画で、はい、このノリで乗っていただいたら、いや、ありがとうございます。ですね、なんと先生山岸プロのあのファンでめちゃくちゃ動画見てるらしくて、はい、先生山岸さんのなんかベンチプレスで肩が気になって。あ、そうなんですよ、はい、山岸選手関節ボロボロなんですよ、ね、はい、今日じいさんのレントゲンボロボロって話だったんですけど、山岸選手のどっかでねレントゲンなんかブログかなんか昔見た記憶あるんですけど、はい、山岸選手はやっぱ結構ボロボロなんです、まあ、それで、ね、何十年ってされてらっしゃるのしょうがないですけどね、はい、特に最近肩が痛くてベンチプレスできなくて、なんかベンチじゃないけども他ので、ね、はい、やっているって話されてて、あ、これ肩に打ったら山岸選手肩に打って良くなるんじゃないかなって、ぜひ、ね、山岸選手もしご連絡いただければもちろんね、いろいろサービスというか、ね、はい、させていただきますので、もしよろしくお願いします。肩にも効きます。私自身自分で肩に打ちました。あ、そうなんですか。はい、先生、多分山岸さん5月の大会とかで来られると思う。あ、ちょうどいいと思います。ぜひ、ご連絡いただければ、ぜひお願いします。ありがとうございます。